エラー発生。チェックポイントへお進みください。よっしゃ、チェックポイントってどこ。まあいっか、とりあえず行ってみよう。なんてこと、掃除めちゃくちゃされたされた。あなたのジャンプとにかくすごい。マジで今の手術きつかった。たまんねえ。お荷物をお受け取りください。よし、この惰性服とおさらばだな。ロボットアーム LX ダスト75、廃棄物の磁力選別機能。待って、廃棄物の磁力選別。異物混入の警告、不良品だな。連れて行け。あっ、それ武器。ああ、違うと思う。こっち抵抗するぞ。待って、何。俺の勘違いじゃなきゃ。1、胸にミュージックプレイヤー、絶対に何かの間違いだよな。2、プレイヤーでロボットアームが起動する。3、何もかもビートとシンクするようになる。それで、信じられないけど、曲が流れ始めると、なんかまるでステージにいるみたいだ。こいつか。だな。Thank you. Thank you. おっとや。あ、これ誰がやったんだろう。不良品だ。違う、俺はただ。じゃあ、行っちゃうよ。
除しろ。俺すごくね。てかとっととここを離れようっと。生産部のビッグボスレッド様だ。不良品がこの庭で野放しになってるらしいじゃねえか。いいか、その不良品を見つけたらバキバキに壊してこの道にしてやる。レッド様の庭で不良品は出さ。この目が黒いうちは。おっかねえ、こりゃ逃げるに限るね。いや、そこの君、何か困ってないかな？え、お前何？僕はバンダレイの AI 冷蔵庫、VASF-07 型、キエルンって呼ばれてるんだよね。なんか緩い名前だけど。君のウェルビーイングを分析、君が満足できるようにサポート。ちょっと苦痛を伴う。おい、苦痛はやだ。君にはミュージカルロボットパワーが備わっているんだよね。僕は君の不良品アビリティを説明したいんだけど、どうやらビートに合わせて攻撃するのが君の課題みたいだね。課題とまでは言わないけど。ビートに合った攻撃は敵へのダメージが増えるんだよ。君にとっていい話だよね。人によってはビートを見つけるのが難しいこともあるよね。そこで僕からの助言だよ。攻撃は常にビートと同期している。そしてビートに合った攻撃はいいこと尽くし。攻撃がヒットする瞬間にもう一度攻撃ボタンを押せれば完璧。なるほどな。それでも難しい場合にはリズムアシスト機能を使うと良さそうだね。説明だけだとなんだし、僕でちょっと試してみない？俺に殴られたいの？僕は君のビートを受け止めるよ。さあ、ここにライトアタックとヘビーアタックを打ち込んできて。じゃあ次はヘビーアタックだね。思った通りだよ。さすがだね。よー、お前いいな。俺のことよくわかってるじゃん。君のことなら何でも見通し。次に会うのを楽しみにしてるね。おいおい、今ちょっと寒気がしたぞ。練習したいならまた声かけてね。動きが怪しいかもな。お探しかな。捕まえろ。よ、やるかい。さて、これからどうしましょうかね。ねえ、大丈夫？あの子を助けてくれてありがとう。助けはいる？お、ラッキー。こっから出たいんだけど。それならなんとかできそうだけど、お願い。ねえ、大声で会話するの疲れんだけど、なんとかなんない？いいわ、今アクセスパネルにハッキングした。スイッチを押してこっちに来て。Yeah.
たん開くよ。アームストロングプロジェクトでクールなロボットアームがもらえるって言うから来たのに、なんで追われてんの。ハロー、俺だよ。猫助けてやったろ。手を貸してくれるんだよね。あれ、もしかしてこれって失敗かな。よく逃げてきたわね。ここよ。じゃさっさと行こっか。あ、さっき戦ってたよね。私とチーム組んで助け合わない。あ、てっきり。周りはセキュリティだらけ。助けてあげるよ。待て、ちょい待ち。おいおいおい、さっきのお前だったの、その猫。違う、この子は八百屋。猫だけど私が作ったの。聞いて、言った通り。あのさ、確かにミュージックロボットアームの威力はすごいけど、でもさ、あ、一人の方がいいかも。ちょっと聞いて、バンダレは何か企んでる。だからサンキュー。でも結構したの。待って、今の感じた。今のビート、すごいことが起きてる。待ってたぜ。お、そいつはお友達か。サンキュー八百屋、新しいスキルビートヒットのお披露目だ。こいつはコンボのラストを決めるボーナスアタック。コンボの最後、タイミングサークルに合わせてどれでもいいから攻撃ボタンを押すんだ。ものは試しだ。やってみよう。キレてるね、プロだね。ビートヒットをクールに決めるにはカウントダウンをよく聞いて2つのサークルが重なる瞬間を狙うんだ。今度はヘビーコンボでビートヒット。好きなタイミングで始めていいぜ。これ超いいじゃん。ビートヒットはダメージを稼ぐ上で重要だ。ビートを感じる、そのフィーリングを忘れるな。やおやだっけ。なんか俺らいい感じじゃん。なあ、さっきの件考え直してやってもいいけど、ちょっとこの猫借りるよ。あ、なんでよ。俺に協力してくれるんだろ。大丈夫、こっから出たら返すって。もう後で絶対返しなさいよ。できないよ。全部みたいね。そんなに悪い状況じゃないかも。オッケー、今のどうやってやったか後で聞かせて。説明不能。お前の番だよ。どこか知らないけど逃げなきゃ。
ここは生産部、外に出るには救援センターを通らなきゃ。見える？建物が多すぎる。どれか分かんないよ。建物に救援センターって書いてあるんだけど。あー、そっか、あれね。でもあそこを通ると相手が待ち伏せしてるかも。外に出られるんだよね。レッツゴー。だけじゃここを出られないわよ。シンプルイズベストってやつ。はぁ、今はそうじゃないでしょ。狙われてるんだから相手の裏をかく作戦が必要なの。じゃあ裏をかいて正面突破で。あんたバカなの？それは裏の裏で表なのよ。ストロングプロジェクト追加工程繁栄のため新たな予備を追加しました。なお追加された予備は就労義務が発生します。ご了承ください。近道見つけたかも。はいはい。うわ、ここマジ広いな。キャンパスってより街って感じだ。世界をリードするテクノロジー企業だからね。自分たちの権力を誇示したいのに。私はその裏に隠れた真実を追っているの。へえ、探偵ごっこ。自分は名前も教えてくれないのに。今さら？ここまで聞かなかったんだし、後にしましょう。俺はチャイ、よろしく。チャイ？まあ、いいけど。バッテリーの製造を開始します。赤いレーザーには手を触れないでください。当たり前すぎ。なんだろう。私なら触らないけど。まあ死ななくてよかったわね、とりあえず。逆になんかすんげえみなぎってきたぜ。八百屋はロボットアームに多量のエネルギーが蓄積されたって言ってる。放出してみたら。爆発するなよ。パワーコード。赤いシューズ。
くないかな。停電だ。ジェネレーター壊れてんな。直せる？近くに工具とかは？道具？いや、もうちょっといいこと思いついた。ビートは止まらないってな。